足折るつもりで行きますよ。もうそれしかないですから。だからもうそのくらいの覚悟で行くと。だから、まあ、自分の足が折れるような気持ちで蹴らないと。ただいまよりスペシャルマッチ第2試合3分ご覧を行います。青コーナー203センチ130キロ、イゴールメインダート、ロシアの巨人メインダート。赤コーナー174センチ88キロ、伝統の格闘マシンが今ここに復活です。必殺ローキックを見せてほしい。そしてロシアの巨人を倒してほしい黒沢です。さあセコンドの手前の帽子姿の男、その帽子姿の男はゴルドーでありまして、メインダートはゴルドーの門下生であります。ゴルドー門下生であります。実力未知数と言われてはおりますが、さあその巨木に向かって蹴りを浴びせていきます黒沢。さあ早くも腰のあたりにタックルです。スペシャルマッチのその第2試合3分5ラウンドです。改めて主なルールを確認しておきます。3分5ラウンドのこの一戦、オープンフィンガーのグローブ8オンス、顔面はなし、フリーロープエスケープ、そしてフリーノックダウン、判定によります勝負の決着はありません。掴みは5秒まで、そして寝技は時間制限がありません。この厳しいルールにのっとっての一戦です。解説は引き続き東京スポーツの柴田壮一さん、そして格闘技通信の本田編集長ですが、黒沢復活という願いを込めての一戦なんですが、もうとにかく黒沢選手に関してはですね、はい、まあ、本当に見るからに極真、はい、もう姿形がもうそのまま極真、もう極真を体現する男と言っていいと思うんですけれども、はい、まあ、その黒沢選手をこうやって見れるということ自体が、まあ、ファンにとっては嬉しいことだと思いますし、なるほど、しかも、まあ、オープンフィンガーグローブをつけてる、非常にもう新鮮ですよね。そうですね、エルボー足元でヒット。極真のモンゴル、素晴らしいことですよね。そうですね、本当に極真 の決断に感謝したいですね僕もね。これからまたもっとねどんどんいろんなドリームカードが実現できると思うんですよね。まあそういった柴田さんの願いもあるわけなんですが、まあそのためにはねここで強い黒沢を見せてもらわなければいけません。まあ、試合内容ももちろんあるんですけれども、はい、とにかくそういう黒沢選手がこうやって自分がもう一度極真魂を見せるんだという形で、はい、リングに再び上がったというその、まあ、心意気というか、やっぱりそれはすごく評価したいですよね。そうですね、本当に姿形そのものが極真空手というこの黒沢選手なんですが、不安が本当に多いんです。しかし浦原にちょっと印象にほど遠いという成績がついておりました。もう終わりじゃないか、もう引退じゃないかというような声も聞かれ始めていたんですが、ちょっと黒沢選手大丈夫か、今の状況は顔頬のあたりが赤黒くなってますが、青黒くなってますが、足があれですか、ね、そうですね、足ですね、足がヒットした模様であります。まあ、黒沢選手はこれまでもですね、はい、そういったもう指が骨がむき出しになったりですね、そういう体にダメージを負えば負うほど逆に闘志を見せてくれる選手、まあ、本当に極真魂ですよね。そうですね、身長差がおよそ30センチ、体重は40キロ以上という巨人のメインダートに向かいます。しかしメインダートもやっぱりゴールドが送ってきただけあって、そうですね、なかなか何度もやりそうですねこれね。今日は帽子をかぶってセコンドのところにおりますが、黒沢選手ちょっと、ね、
あれですね、足の踏ん張りが効かないですね。そうですね、何か倒れた時にひねったのか、ドクターチェックが入ります。ちょっとその表情も心配でありますが、あ、先ほどの試合と同じく、またドクターチェックが入ってしまいます。黒沢博樹、右の方から目、そして眉のあたりにかけて一面青黒くなっています。今日は新日本プロレスの橋本真也選手からの応援メッセージが届いています。あ、食べた。さあここでゴングが鳴りまして3分5ラウンドのこの一戦です。今までそのウエイト制で指がぐちゃぐちゃになった試合もあったし、から膝が割れた時もあったし、いろんな試合もあったんでね、まあ、ある意味ではあのそれなりの覚悟は普通の選手よりできてるつもりなんですよ。黒沢、さあフロントからの蹴り、しかし体が上になる形になりました。レインダート、ツーロンブレイク。レインダートの体格差をうまく利用してきてますよね。はい、すぐに上に押しかかってきますよね。そうですね、残り1分、ラストワンミネッツ、ラストワンミネッツ。さあ再びのブレイク繰り返しています。本田さん、黒沢の勝機を見つけるにはどういう仕掛けをしていけば、はい、ね、まあ、あの いいタイミングでその蹴りをまあ入れるしかないと思うんですよね。やっぱりあの、はい、グラウンドは黒沢選手はそんなにやっぱり慣れてないと思いますので、とにかく立った状態で何とかあの一発いい蹴りがを入れたいんですけれども、そうですね、ちょっと今のところはメインダート選手の方がもうすぐに組みついてきますね。はい、メインダートもなんかロータックルね、一本やりですからね、今ねなんかチャンスあるんじゃないでしょうかね。単勝ですよね、うん、さあ正面からの蹴り、そして足をなかなか絡めることができません。ロープライクです。すぐに離さないメインダート。またゴングが鳴りまして、これで第2ラウンドが終わりました。全力を出しますね。で多分ですね、あの今厳しい練習を、まあ、してましたけど、そういうやっぱり生徒たちがあの応援に来てくれてるっていう、そういうその力もすごく自分にとっては強い力として当日、エネルギーとして出ると思うんですよ。だからその普段よりももっと大きな力がきっとその出るんじゃないのかな。そういうことも楽しみにしてるんですよね、だから、まあ、そういうところが見せられればいいなと思いますけどね。ボディはほどけてます。黒沢選手もすぐにロープに逃げられる体勢を取ってますんで、なかなかこれを続けていてもメインダートとしても勝つチャンスはつかめないんじゃないかなと思いますが、メインダート選手ももう疲れてくるんじゃないですか、ね、そうですね、スタミナの展開を言えばね、そして精神力もこの黒沢が一番に上がったでしょう。さあちょっと回し蹴りはかわされた。ここはまたロープが栽培しました。あのメインダート選手グラウンドにこだわってるんですけど、どこまでその技術があるかですよね、はい、本当ですね、なんか組みつくには行くんですけど、その後がないですよね、まあ、ロープに逃げられてるのもあるんですけれども、全くその力は日本では未知数なんですが、メインダート選手、あーちょっと足を押さえて倒れて、ここでゴングです。大丈夫でしょうか黒沢博樹。3ラウンド